アート系トーク番組アートスターファン。はい、こんにちは、アート系トーク番組です。今日は珍しく一人で始めています。実は先日ね、収録したモダンアートからポストモダンアートにゲストに杉村淳氏来ていただいて、まあ、かなり二人で面白い話ができたなと思ったんですけど、配信の方がちょっと音声がね、かなりノイズが入ってしまって聞き取りにくかったので、結構ポストモダンの大事な定義の話とかをしてたので、ね、ちょっとそこが聞き取れないというのはさすがにまずいなと思って、ちょっと一人で急遽再収録という形で司会することになりました。で、話なんですけど、そうですね、その前に、今日バレンタインなんですよね、実はね。で、何してんねやという話なんですけど、仕事終わってからこういうの一人でアトリエで仕事してるんですけど、幼稚園児の4歳児とか5歳児の教え子からこんなチョコレートいただきまして、よかったなっていう感じで、楽しくやれたらなと思ってるんですけど、はい、そういう余談は置いといて、ですね、テーマをの方に進めていきたいと思います。ダント現代アートの歴史的背景、の1960年から1990年ぐらいって書いてます。モダンからポストモダンアートへの流れみたいなのを今日、60分から90分ぐらいかけてお話していきたいと思うんですけど、そうですね、前60年代までは、印象派から60年代の抽象絵画ですね、市民社会が近代化とともに19世紀花開いていった中で、個人絵の具チューブとかを持った印象派が、新しい絵画の形みたいなのを作っていったっていうのがあったんですよね。で、それを引き受けるような形で、モダニズム、近代主義っていうのが出てきて、ヨーロッパでも花開き、そしてアメリカの方に、第二次世界大戦、近代化が花開いた、負の部分として、大きな大戦が2度ありまして、それで、アメリカの方に、アーティストとかがみんな移民してですね、アメリカの方に抽象絵画が移っていくというような流れがありましたというのを、前回の、お話ですね、現代アートの歴史的背景というのでお話しています。よかったらそちらを見てもらったらと思います。で、今日はそこからの続きですね、そこからの続きで、90年ぐらいまで話して、でこの後に、第2部も収録済んでるんですけど、ポストモダンから、今現在のオルターモダンへ、もう一つのモダンへっていうところまでの話を2部3部で話してますので、よかったらそちらも合わせて聞いてください。いや、一人で喋ると喉が渇きますね。ゆっくりリラックスしてやっていきたいと思います。じゃあ作品の方ですね、まず60年代の前後関係で、モダンアートですね、一番前衛とモダニズム、1950年から60年ぐらいの作品を紹介していきます。1点目がこちら、ジャスパー・ジョーンズですね。今ちょうど名古屋とか東京で大きなジャスパー・ジョーンズの展覧会されてますよね。で、続きましてサム・フランシス、ですね。で、ちょっとこっちも、バーネット・ニューマン、抽象絵画のバーネット・ニューマンですね。で、マーク・ロスコというような感じです。で、この4点はちょうどその抽象絵画とかですね、モダニズムっていうような動きが、アメリカに移ってアメリカの中で花開いた作品なんですね。最初のこちらのジャスパー・ジョーンズとサム・フランシスの絵は、熱い抽象とか言われてまして、非常に表現的な、強さとか感情を呼び起こすような作品になっています。キャンバスを地面に置いて、平置きに置いて、絵の具をベトベトにつけた筆でこうピシッピシッっていうね、ドロッピングっていうんですけど、そういう風な感じで描いてるんですよね。描いてるというか叩きつけてるっていう感じなんで、無意識の動きですよね。その辺はヨーロッパで起きたシュールレアリズム、自動筆記って言われているオートマティスムの考え方なんかももちろん背景としてつながっていってるんですけど、同じような感情的な作家、熱い抽象と言われている中でサム・フランシスなんかも有名ですよね。
でそれに対して、まあ、冷たい抽象って言われてるもんなんですけど、どちらかというと感情というよりは理性的で理知的で、精神とかですね、崇高さみたいなのを求めていくような作品。これ真ん中に、白い線が1本入ってまして、ジップって言われてるもんなんですけど、まあ何もない具体的なキャラクターとか偶像とか、まあ、神様の偶像とかを置かずに何か抽象的なもので崇高なものとかですね、もしくは上位の概念みたいなものを扱えないかっていうような試みが行われてるんですね。ロスコもロスコチャペルって言われてまして、まあ、教会の中にロスコのだけの作品を飾った部屋がありまして、その中に入ると非常にこう精神性がこうスーッとこう上の方にですね、上位の方に入っていくような部屋なんかもあるんですけど、でこの辺はユダヤ教の、考え方ですね。偶像を持たないで、まあゴッド、唯一一つの一神教の神をこう、まあ讃えるみたいなところの背景がありまして、神知学、神様を知る学、神知学っていうんですけど、神知学とのつながりなんかも美術の、ね、歴史家からは指摘されているような作品ですよね。僕すごいロスコ好きなんですけど、次行きますね。でアメリカに起こった抽象絵画が、起こったというか起こったのはヨーロッパで、カンディンスキーとかモンドリアンが抽象絵画の一番最初の第一発見者って、いくつかいるんですけど、言われてるんですね。でそれがアメリカに移って、どんどんこう発展、大きく作品も大きくなるし量も増えてくるって、でその中でこういうフランク・ステラのようなより、絵画の自立性とか本当にシンプルな形態、線だけとか色も白と黒だけで何か絵画の自立性強度みたいなのを出せないかということで、こういうシンプルな形態に抽象絵画が進んでいくんですよね。でその動きが、ミニマリズムとか言われているものなんですけど、で彫刻も同じように、これドナルド・ジャットの作品なんですけど、ただ、四角柱の、鉄とかステンレスで作ったものを壁に、均等に並べたものだけなんですけどね、非常にシンプルで、シンプルな形態で、彫刻というものの自立性とか強度みたいなのを出そうっていうような試みがされたんですよね。で、こういうふうな流れがありました。でちょっと待ってくださいね。いけてるかな。はい。ここでゲストがいたらちょっとゲストに一言聞いて、僕は次の発表のちょっとこう資料に目を通したり一息つくんですけど、なかなかね難しいですね、一人で喋るっていうのは。モダニズムの絵画彫刻の有名なところっていうのはこの辺でよろしいでしょうか。じゃあ次に行っていきたいと思います。でモダンからポストモダンへ、1960年から70年ぐらいの動きなんですけど、60年ぐらいになると作品見ていきましょうか。まず、ラウシェンバーグですね、その次は、ラウシェンバーグ、ジャスパー・ジョーンズの作品ですね。でアンディ・ウォーホールでリキテンシュタイン、ここまでですね。ちょうど今となってはモダンからポストモダンへの過渡期みたいな感じで作品を見て取れるんですけど、当時はですね抽象絵画がやっぱ非常に強かったんですよね。で批評家のクレメント・グリーンバーグっていう方が、抽象絵画を批評的に、擁護するというかね、アメリカの中で一つの、そのヨーロッパを超えるような形の作品だっていうことで、どんどん擁護していくんですけど、ミニマリズム、ミニマルアートみたいな、ミニマリズムですね、ああいうフランク・ステラとか、ジャットのとこまで行ってしまうと、やりようがないというかね、あまりにも絵画の純粋性とか崇高性みたいなことに対して、寄りかかりすぎたっていう反動ですよね。でこういうラウシェンバーグみたいな若い作家が、
非常に世俗的なものとか土着的なものを作品として提出するんですよね。まあ、当時これをギャラリーとかで発表した時は相当空気読んでない感じでうおっと思われたと思うんですよね。なんかその辺にあるような、剥製にタイヤが入っててもうむちゃくちゃですよね。でキャンバスも普通壁にかけるもんなのに地面に置いて展示していると、非常にラジカルですよね。批判的批評的な作品です。で一つ付け加えると、前杉村さんが言っていただいたんですけど、これはやっぱ水平にキャンバスを置いてますよね。で地面からこう作品が立ち上がってくるような感じ、どっちかというと水平の思考で土着的な思考みたいなんですね。で先ほどの抽象絵画は、バーネット・ニューマンのジップに象徴されるように、こういう水平です、垂直ですよね。垂直にこう軸がピーンと立って、で上の方に上位概念、例えば一神教の神であるとかプラトンのイデアみたいなこう上位概念があって、そこにつながるようなこうスッとした作品に対して、このラウシェンバーグというのはそういう垂直の関係を切って、こう水平の関係で下からこう土着的な大衆の欲望とかですね、不安みたいなことがガーッと湧き上がってくるのをキャンバスに出してくるというような、かなりこう、分かりやすい対比というかですね、があったってことなんですよね。すごい面白い作品だと僕も思います。というか、偉そうにあれなんですけど、はい。で同じようにジャスパー・ジョーンズも、この本見たら分かると思うんですけど、標的の的とかですね、であと絵画の自立性というのは平面性フラット性とかですね、先ほどのジャスパー・ジョーンズだったらこう視点を軸を作らないでこうオールオーバーないろんなところにこう目が誘導するような、無重力状態の絵画を作るっていうことを抽象絵画のあの時代の人たちは非常に考えてたんですけど、ここ見てもらったらもう明らかに的なので軸をバーンと作ってしまってることも、かなり攻撃的ですし、その上に何かねその辺の既製品かな、ちょっと人の顔鼻とか手とかのパーツ、人体のパーツみたいなのを箱に入れてるんですけど、絵画にそのオブジェそのものを入れてしまったっていうのも非常に露悪的というか、これも批評性がありますよね、前の前世代の抽象画に対してはということ でジャスパー・ジョーンズは、アメリカの国旗の旗を油彩画キャンバスにも描いたりしてまして、そういうイメージを操作することで何か批判的なことをしようというのもこの辺でも見て取れますよね。それは後につながるポストモダンアートにもかなり見られる兆候なんですけど、そしてアンディ・ウォーホルですね。アンディ・ウォーホルは前の現代アートの歴史的背景でかなり喋ったので、さらっといくんですけど、ポップアートの、一番第一人者というか一番、マスターの人なんですけど、マリリン・モーローっていうみんなが知ってるスーパーアイドルですね。でそれはセックスのシンボルで、またグラマラスな人だったのでね、シンボルとしてのそういうイメージを、シルクスクリーンでこう何個も並べて色を変えることで、そのみんなのその考えてたマリリン・モンローっていうもののイメージをこう変えていくっていうような感じですよね。であと、絵を描くっていう絵の具でペインティングするっていうことをもうやめて、僕は工場ファクトリーだ工場です作品を作るみたいな感じで、作者の死っていうね、私は機械になりたいみたいなこともアンディ・ウォーホルは言ってるんですけど、そういうふうにロラン・バルトっていう評価がね、作者の死ってそのオリジナルとか、個人の作品を個人の作者として提出するというような考え方自体がもう時代にはだいぶそぐわないんじゃないかみたいなことも批評会の中からは出てきて、そういうことに対しての反応というか、もしくはアーティストがそういうことを感じて、同時代的に起こってきたこういう動き、ポップアートの作品みたいなのも、やはりアンディ・ウォーホルはすごいそうですよね、今の時代の作品の中でかなり影響がある作品だと思います。そして同じように、リキテンシュタイン、これは、リキテンシュタインの場合はアニメですね、アニメのセル画を非常にでかく引き伸ばして、実際にキャンバスにアクリル絵の具で描いたと。でドットの点も一つ一つこう筆で描いたということで、そのアニメの絵のサイズを変えたりとか、その提示する場所を変えることで、非常に見え方を異ならしていくというような作品になっています。
いきますかね。ちょっと音声のチェックさせてくださいね。この段階で聞こえてるかな、大丈夫ですかね。僕の声入ってますね。はい、ちょっと声を大きくしようかな。こんなもんでいけますか、聞こえますかね、大丈夫ですかね。はい、ではそうですね、ここから、今までが大体まあモダンからポストモダンの移行期で、ここからがまあポストモダンの本題に入っていくんですけど、ここからのお話はこの芸術が終わった後のアート、松井みどりさんという批評家が書かれた本ですね。2002年に出版されたもので、この本をかなり参照させていただいてます。でこの本非常にまあ、ポストモダンアートについて、まあギュッと情報量とですね、内容がまとまった本なので、まあ、今回のお話聞いて興味持っていただいたら、ぜひ買っていただけたらと思うんですけど、まあ、僕もこんな感じで持ってまして、もう今回ので5回目ですね。で杉村さんもこんな感じにポストイットだらけになってたんですけど、まあ、いっぱいこう大事なっていうかね、キーワードになるようなことがもういっぱい入ってますので、線引いてたりポストイット入れてたらこんなキリがないっていう感じになるような本です。まあ、ぜひぜひ読んでください。ちなみに僕はご本人にお会いして、こんな感じでサインももらったりしてたんですね。実はね、この前言い忘れましたけど、はいですまあいいか、はい、でちょっとこうポンとでかくこれですね、この本ですね、見てください。であと、まあ、作家の作品を今画像で紹介してるんですけど、まあ、今これからの作家さんの作品は特にまだ現存されてる作家さんが多いんですよね。なので、まあ、著作権の問題とかもあると思うんですけど、まあ、一応教育の一環ということでやってるのと、まあ、今のところ営利が発生してない個人放送なので、まあ、その辺をご了承ご理解いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ではえ芸術が終わった後のアートの本にのまあ参照しながらいきたいと思います。まずね、ポストモダンっていうのが起こってくるんですよね。起こってくるという言葉があるんですよね。まあ、初めて聞かれた方もいるかもしれないし、まあ、今時ポストモダンとか言ったら、まあ、死後というかね、まあ、今時ポストモダンって言わないよみたいな感じにもなるかもしれません。ただまあ非常に大事な運動ですよね。今の現代アートを見て楽しもうと思ったら、やっぱり、まあ、モダンと同じぐらいポストモダンを理解しとかないと、何が楽しいのか何が面白いのかほぼわからないって僕、まあ、思いますよね。だからまあそんなに専門家になる必要はないですけど、さらっと知っておくっていうのは非常に大事だと思います。ではちょっとポストモダンの説明ですね、したいと思います。まず、モダニズム、モダンっていうのがありますよね。今さっきまで紹介してた作家は、まあ、モダンの中の、系譜の作家なんですよね。でモダンは何かっていうと、近代化が起こった時に出てきた考え方で、まあ近代主義とかですね、あと人間中心主義とかですね、あと理性主義、合理主義って言われてるもんですよね。19世紀ぐらいに、まあ、印象派が出てくる時代に産業革命みたいなのが起こりまして、であと市民社会みたいなのもできてくるんですよね。絵画とか、まあ、芸術なんかもいわゆる貴族のために作られてたサロンみたいな閉じられた空間から、まあ、一般の市民社会が、個人持ち絵の具を持って戸外に出て作品を描いたりとか、まあ、普通の風景ですね、歴史画とか宗教画以外のものを自分が、まあ、これ描きたい、まあ、例えばゴッホとかですね、まあ、これ描きたいって言ったら、まあ、自分の好きなものを描いて提出するようなことができる時代が起こった、まあ、なってきたっていうことですよね。でまあ、モダニズムっていうのが、まあ、ずっとあったんですけど、まあ、先ほども出てきましたけど工業化とか産業化で、まあ、人々の暮らしは非常に豊かになったんですけど、その一方で、まあ、戦争が起こったりとかですね、また都市社会の中で非常に、まあ、精神的なその何ですかね、辛さ、まあ、うつ病になる人が増えてきたりとかですね、あとは社会的なその工業化産業化に伴う問題なんかもいろいろ出てきたと。
で、最初はまあ産業、物を作ることが中心だったんですが、このポストモダンと言われる60年代から70年代ぐらいになると、その消費をする方が主体になっていくんですよね。日本ではちょっとこの時代より少し後で、だいたい80年代ぐらいですかね、まあ、バブル、高度経済成長が進んだバブルの時期なんか思い出していただいたら非常にわかると思うんですけど、まあ、大体生きていくためのものはもともと備わって、水道があるとかガスがあるとかですね、まあ、冷蔵庫があるとか、もう全てが揃った状態で生まれてきた人たちが、じゃあどういうことに興味を持つかっていったら、お互いの消費するものの価値みたいな、ブランドですよね、に興味を持っていったってことなんですよね。でそれがまあまあ行きましょうか、すいませんっていうのがありました。で、その下ですね、大きな物語っていうのは、モダンの時には非常にみんなが、まあ、工業化産業化して豊かにしていこうっていう一つの大きな物語、目標みたいなのがあったんですよね。日本だったら戦後復興ですよね。貧しい 戦時中から、まあ、豊かな経済的なものを目指そうというような大きな物語がありました。でそれが達成されると、大きな物語というのが、何を信じていいか、何を目指していいかわからないというところで、個々の小さな物語へ移ったというふうに社会が変わっていくんですよね。でそれがまあ一番ポストモダンの特徴で、ポストモダンという言葉を出したのはリオタールという方なんですけど、まあ、大きな物語がなくなり、小さなものが、個々の小さな物語へ移ったというのはよく言われることですよね。でそれに伴って強い主体、個人とか自我とかですね、まあ、人間中心主義みたいなものもだいぶ、揺らぎ始めて、まあ、信じられなくなったんですね。そんな強い主体なんてあるのとか、まあ、強い主体やと思ってたものが非常に暴力とか破壊みたいなことを生み出すということで、もう少し、相対的な主体、例えば日本には日本的な主体があるよとか、インドにはインドらしい主体、生き方とか幸せみたいなのがあるよって、そう個々の文化とか社会に対する、まあ、敬意もしくは配慮みたいなのが生まれてくるんですよね。でまあ、有名なのがその実存主義、サルトルっていうのが、まあ、いわゆるまあモダニズムをもっとモダニズムがまあだいぶまずくなった時に実存主義っていうのを立てて、人間っていうのは非常に頑張って努力すればなんとかなるんだみたいなことに対して、まあ、構造主義の、まあ、ポストモダンの思想家の、まあ、非常に重要なレヴィ・ストロースという人類学者がいるんですけど、いや全てのことはやっぱ相対的にものを見ないと、そんな独りよがりの実存なんて言ってもダメじゃんみたいなんで、まあ、フランスでまあサルトルをコテンパンに論破してしまうということが起こるんですよね。で大きくまあポストモダンの方に思想っていうのは流れていくっていうのがあります。で、まあ、そういう中で、まあ、強い主体とかを疑う中で、アートに関してもオリジナルっていうものが疑われてきたんですよね。自分がオリジナルだと思ってたものは実は何かの影響を受けていたりとか、もしくは何かの物差し枠組みの中で見るからオリジナルなのであって、違う物事の見方で見たらオリジナルではないよというふうにオリジナルが消失していくんですよね。でそれに合わせて二次創作、シミラークルって言われているものなんですけど、何かのちょっとアレンジしたり変えたりすることにの中で非常に創造的な価値とか面白さを見出すみたいなのが生まれてくるんですね。これはまあボードリアールが立てた論なんですけど、まあ、二次創作とかね、 N 次創作とか言われるもので、まあ、漫画の同人誌とか日本なんかは、まあ、あと、まあ、今この時代に関わらず短歌とか連歌で人の歌った歌に対して類推とか連想を組み合わせて二次創作するというのは日本はもともとあったんですけどね、まあ、そういう二次創作に対する見直しとか、うん、評価みたいなのが出てくるっていうのはこの時代ですよね。うん、難しいでもまあ、ちょっと作品を見ていって、いきましょうかね。モダンからポストモダンに移った、まあ、思想的な背景っていうのはこういうのがありましたよっていうことです。でまあ、こういうので、まあ、例えばアーサー・ダントっていう批評家が美術の終わり、これはね美術の終わりというかモダンアートが終わったっていう意味で言ってるんですけどね、あとは、なんちゃら福山やったかな、歴史が終わったって、まあ、一本線できた歴史は終わりましたよみたいなんとかね、
で、まあ、ボードリアールが大きな物語は終わりましたね。何でも終わりにしたかった時期がこの時代ですよね。まあ、モダンを終わらしたかったので、非常になんか今から見ると非常に強く感じますよね。でアートの方も、まあ、そういう中で、変わってきます。ポストモダンの思想を背景にしたアートが出てくるんですよね。まずこちらです。スパイラルジェッティですね。ロバート・スミッソンの作品なんですけど、これほんまに CG ではなくて実際に作ったんですよね。海に、土とか石を撒いてぐるーっと一周螺旋状の非常に巨大な作品を作ったんですよね。で、まあ、一応これ彫刻なんですよ。彫刻と言っていいのかどうかわかんないですけど、で、まあ、あの考えとしてはやはりそのモダニズムの一つのこうなんていうんですかね、こうギュッとした彫刻、決められた形、閉じられた形ではなくて、もう美術館から出てブワーンとこう環境とか場所そのものに関わっていくような作品になっていくんですよね。でそれは例えば人って、これヘリコプターで撮った写真なのでね、あの全体像って人は本当はここ見に行っても見れないんですよね。なので、まあ、体で感じて断片としてこの作品を感じていくことになるんです。で、まあ、ロバート・スミッソンという作家もこの作品はやっぱ永続性がないので儚いものなのでいつかなくなってしまいますよね。だから映像とか写真とかで記録をして、まだこういうふうな事柄があったりとか、こういう思いでやりましたみたいなテキストも合わせていくつかの、アプローチの仕方で作品っていうものを重層的に見せていくっていうことをやっていくんですよね。でこの作家がポストモダンの、まあ、あの作品といって非常にまあ重要なのは、そういうふうな今まで作品だけを見せればいいとかね、絵画の自立性とか、いうところから、作品を開いていくっていうところが非常に大きな違いが出てくるところなんですよね。ドンと。でポストモダンアートの特徴なんですけど、ポストモダンっていうのは、まあ、先ほど言ったあの思想、ポスト構造主義とかあのフェミニズムとか脱植民主義とか、まあ、この辺はまた説明しますけど、いろいろな思想、知の形が出てきて、現代美術は新しいだみたいな流れの中で出てきたんですよね。でそれを、批評家のクレイグ・オーエンスっていう方が、まあ、あのきちんとしたポストモダンアートというカテゴリーを作るために、まあ、理論を駆使するんですね。ポスト構造主義とかバルター・ベンヤミンの、まあ、複製技術っていう本ですよね。写真とかで有名なを駆使して、まあ、作ったってことですよね。でその時に出てきた、2つの重要な要素がこちらですね。1つ目が、アレゴリー、寓意的って言われるものです。よいしょ、アレゴリーの説明からいきましょうか。アレゴリーっていうのは、まあ、イソップ寓話とかタロットカードとかに出てくるような、まあ、例えば狐って言えば狡猾な狐とかを連想しますよね。あとはジョーカーって言えばなんかトリックスターとかね、なんかそういう、まあ、目に見えない、隠された比喩みたいなのを使いながら、行っていくと。で西洋に古くからあった文学やアレゴリーっていうのは、西洋に古くからあった文学や美術の形式でシンプルな物語や細部を通してより大きな宗教的、政治的、思想的な文脈を示唆し、それを構成したり風刺したりするためのものですっていうような形、説明のされ方をしてるんですね。だから先ほど、スパイラルジェッティっていうのが、まあ、まあ、消えていくものなので、写真に撮ったりとか映像に撮ったり、もしくはテキストとかで説明したりすることで、いくつかの断片で、作品の全体像みたいなのを重層的に立ち上がらされてるっていうのは、これアレゴリー的な要素っていうふうな言い方ができるんですよね。そしてもう一個の説明です。サイトスペシフィック、場所性ですよね。これは形態的自立性から形態的開放性、流動性へ変わっていった。これは分かりやすいですよね。美術の中から出て、まあ、別に出なくてもいいんですけど、
一つの自立した彫刻、木で作った彫刻とか仏像とかですね、そういうものではなくて、形態が解放していく、もしくは、流動っていうのはやっぱりいつかなくなってしまう儚いものとして作品を提示するっていうようなものですよね、うん、っていうふうな特徴があったということです。9代どうでしょうか、ここまでで。まあ、ちょっとポストモダンの説明で難しかったと思うんですけど、まあ、ここからはちょっと作品を紹介しながら、じゃあポストモダンってどんな作品があったのっていうのを、まあ、80年からですね、90年ぐらいにかけて、まあ、12、3枚かな、の写真を見ながらちょっと見ていきたいと思うんですよね。でいくつか そのテーマで分かれてて、まあ、松井さんの方も章立てでいくつかの章があるんですけど、ただまあ通底してるその全然目に見える形は、ね、おぞましいものだったりファンタジーを感じさせるものだったりって全然違うものに、まあ、一見見えるんですけど、通底してるのは今言ったようなポストモダンの特徴、アレゴリーとかパスティッシュ的とかですね、もしくはその相対的なものの見方とかですね、重層的なものの見方みたいなことが全作品に共通するところだと思います。でそれはポストモダンだけではなくて、最後にお話第3部でお話したオルターモダンでもかなり見られる傾向で、決して、まあ、この時代一時代のものだけではないと思うんですよね。まあ、アレゴリーっていうもの自体がもう本当西洋のイソップ物語とかね、あとグリム童話、赤ずきんちゃんとかあんなところにもいっぱい出てきますからね、まあ、多分、まあ、西洋的な思考形態としてはアレゴリーっていうのはずっと残っていくもんだなっていう気はしますよね。うん、でちょっと先ほどの説明で忘れてたというかね、付け加えさせてもらうと、ポストモダンっていうのは次のモダンっていう言い方なんですよね。要するにそのモダンを終わらした次に来る考え方、もしくは次に来るアートみたいな感じなんですよね。そして第3部で進めるオルターモダンっていうのは、いやいやモダンってまだ終わってないじゃないですかって、もうまだまだ僕たちは近代化の中にいてるし、消費社会の中にいてるので、まだモダンの中にいるんだから、モダンのもう一つのあり方、オルターな、オルタナティブのオルターなので、もう一つのモダンについて考えましょうっていうような考え方なんですよね。そこが、まあ、ポストと言われているモダンとオルタっていう言われているモダンの大きなこう思想的な違いですよね、うん、です。いやー、一人で喋るのって、テンポはいいけどちょっと休憩もしたいっていうかね、うんうんとか言いたいですよね。今何分喋ったかな、30分か、まあまあそうやね、やっぱ人で1時間ぐらいは限界かな。まあ行きましょうか、次ね。じゃあ作品の方紹介していきたいと思います。ドンと、2つの対立するポストモダン芸術なんか1980年から90年ぐらいに起こってきます。でポストモダンの芸術の説明というかね、特徴は今言ったんですけど、その中でまあそれを引き受けるような形でアプロプリエーション、批判的盗用芸術っていうのが出てきます。でそれと対立するような形で新表現主義、パスティッシュ的って言われているものが出てくるんですよね。で作品の頂点数いきます。まずこちら、I show I am therefore、バーバラ・クルーガーさんの作品ですよね。まず流してみましょう。これアプロプリエーションの作品です。シンディ・シャーマン、こちらもアプロプリエーションですね。女性の作家です。でこちらが、新表現主義の作家でフランチェスコ・クレメンテ、同じくゲオルグ・バゼリッツ。これ逆さまに展示されてるんですけど、これが正しい位置なんですよね。で、あとバスキアですね、はい、じゃあここまででちょっと戻りながら喋りたいと思います。まず、アプロプリエーション、批判的盗用芸術っていうものがこの80年ぐらいから出てくるんですよね。どういうことかっていうと、まあ、よくある目にしたことにのある、
ものですよね。例えばこれだったら広告とかの、デザインとかでよく使われている形式なんですけど、そこに少しアレンジしたり介入することで、作品としての批評性、批判性みたいなのを持たせるっていうことですね。アイショップアイアムっていうのは、私は買うことで私っていうのがありますよっていう、あの有名なデカルトの我思うゆえに我ありっていうやつの、まあ皮肉った版ですよね。私買うことで私っていうのは存在するんですよみたいな、消費社会に対する、まあ、あの批判みたいなのが入ってるんですよね。で次こちらシンディ・シャーマンの作品ですけど、こちらは、ハリウッド映画に出てくるようなその、まあ、普通の可愛い女性がちょっとこう、まあ、暴力シーンみたいな、レイプとかですね、あのそういうふうな暴力みたいなのにその侵されてるような写真を、対比させて載せてるんですよね。で、まあ僕たちが日常何気なく見てるその女性のポラロイドですか、ポラロイド写真みたいな、実は非常に男性的なその性の欲望とかですね、性の対象として見てたりとかですね、そういうことを無自覚に受け入れてることに対して、批判する、暴くっていうような形でやってるんですね。で東洋というのはハリウッド的な表現手法、写真とか映像の表現手法っていうのを盗用して描いてるってことです。アプロプリエーションというのは、消費社会にあふれる幸福のイメージを別の文脈に置くことでその意味を変化させたり、あるいは人間の身体や階級や美についての既成の価値観を媒体している表象の洗脳的な機能を暴き出したりするための批判的な方法っていうふうに松井さんは書かれていました。ちょっとね文章にすると非常に難しいんですけど、まあでも作品を見ればなるほどと思ってもらえると思います。でそれに対立する形でもう一つこの新表現主義っていうのが出てくるんですよね。まあ表現主義って言われてるのは、まあ、見た目で分かりやすい絵が多い作品が多いんですよね。表現したものを、まあ、見た時の感じで受け取れるみたいなんで、で、この時代は、まあ、コンセプチュアルアートっていうのがね1960年ぐらいからずっとあって、で、まあ、ああいうミニマリズムも生んだし、で概念芸術みたいなのも結構盛んだったので、絵画のこういういわゆる具象的な絵画っていうのがなかなか抑圧されてたとかですね、あとまあ頭をずっと使う作品が長く続いてるので、それに対する反動ですよね。で、まあ、結構熱狂的にこの新表現主義っていうのは1980年代受け入れられたんですよね。で日本だったら日比野勝彦さんとか、セゾン文化の中でできた人たちっていうのは有名ですよね。であと下手馬とかも出てきていましたよね。で外国の方は欧米なんかだったらクレメンテとか、まあ、サンシーって言われたりとかですね、あとバゼリッツで、あとバスキアとかですよね。であとキース・ヘリング、ね、人を記号的に描くような作家なんかも出てくると思うんですけど、でこの新表現主義の人たちは、神話や聖書、現代の生活から引用したイメージを使って文化の有機的な全体性についての幻想をかき立てようとしたということをされてたんですね。まあ具象的なモチーフとして何を取ってきたかっていったら、まあこういう生活からの引用したもの、現代生活から引用したものだったりとか、こちらの神話や聖書みたいなイメージ使ったりとかいうのをしてたんですね。でただ、意外に新表現主義が熱狂的に受け入れられたんですけど、5年ぐらいで、急速に収束していくんですよね。マーケットの中からも収束していくし、評論家の中からも、だいぶ批判的なものが起こってくるんですよね。で、まあ、なぜかっていうと、ファールホスターが反美学っていう中でアプロプリエーションに対しては非常に前衛的な批判精神があるってことで評価してるんですけど、新表現主義に対してはパスティッシュ的っていうことで批判をしてるんですよ。でパスティッシュ的っていうのはどういうことかっていうと、スタイルとしての歴史の引用とか保守的物語性への回帰とか具象性への新しいイメージを作るための手段としてだけそういう昔の神話とか現代生活のイメージみたいなのを引用するみたいな形なんですね。で、まあ、例えば日本
本なんか僕これ聞いた時に非常に、いや日本の高度成長ってかなりパスティッシュ的だったなと思うのは、バブルの時にあのパチンコとかねホテルとかがあのギリシャのパルテノン神殿っぽいものが出たと思ったら、今度はこっち あのアラビア あの建物っぽいものが出たりとか、非常にスタイルだけをこう 上積みだけをこうスーッと取って、まあ、商品化だったり作品化しますよね。でまあ、そういうふうなその傾向がこの新表現主義にも見られたっていうことで、まあ、ハル・フォスターなんかはかなり厳しい批判をしたっていうことがありました、はい、ですね。では次の、まあ、ここでも本当はねゲストがいたら一言言ってもらえると非常にまあ話が深まったり盛り上がったりして楽しいんですけど、なかなかね一人でやると難しいですよね。一応まあ前ね一緒に喋った杉村さんが言っていただいたこともできるだけ今僕一人でフォローしながら喋ろうとは思ってるんですけど、まあ抜けてる部分もあるかもしれないので、まあ音声ね切れてってもその最初のそのポストモナの定義のところは結構切れてるんですよ。でこの辺からは変貌するポストモナン技術ぐらいからは結構2人で喋ったのも聞けると思うので、まあちょっとプツプツは言ってますけどね、面白かったらそっちの方がもちろん話掛け合いがあって面白いので、ぜひよかったらそちらも聞いてください。お願いします。ではちょっと休憩します。お茶飲んで。よいしょ。さて今誰か見てくれてるのかな、ちょっとそれもチェックしようかな。音切れたら怖いけど、あ、ここかな。あ、でもちょっと見てみますね一瞬。皆さんモダンアートとかポストモダンとかはだいぶ古い感じ、1990年とか言ってる時点でちょっと昔を感じますもんね。もう2012年ですもんね今ね。でもなんかまあ僕なんかやっぱり90年80年代やっぱ青春時代だったので、なんかいろいろ考えることはありますよね。まあまあそんなことはいいんですけど、じゃあ次の方に行きたいと思います。変貌するポストモダン芸術1980年前後、表象批判から表象操作活用へ、シミュレーショニズム、ネオジオメトリックスからファンタジーもしくはジェンダートラブルへ移っていくというか流れがあったっていうようなお話をしていきたいと思います。まず作品なんですけど、こちらがネオジオメトリックス、略してネオジオって言われているものの、まあ、代表的な作家さんピーター・ハリっていう方ですね。そして、まあ、流していきましょうか。こちらは、まあ、今で、ね、この前つい先ベルサイユ宮殿で大きな個展をされたジェフ・クーンズさん、最初はこういう、ね、ミニマルな、作品も作ってらっしゃったんですよね。してデミアン・ハースト、まあ、デミアン・ハーストはイギリスの、ね、YBA ヤング・ブリティッシュ・アーティストみたいな代表選手で、もう今すごい作家さんですよね。そして村上隆さん、シーブリーズって言われてるような作品です。じゃあまずここまででいきましょうかね。ここまでが、まあネオジオメトリックス・コンセプチャルって言われてる、まあ、作品が出てきたっていう紹介になるんですけど、じゃあそのネオジオって何だって言いますと、幾何学的形態を土台に現代的な状況への考察を促すオブジェを取り込んだコンセプチャルな彫刻や絵画を指しますと。でミニマルとフォーマルを合わせたような感じで、まあ都市空間のねこういう、まあ、都市って言ったらビルがあったり空調のダクトがあったりですね、そういう幾何形態みたいなのがあるんですけど、まあ、それをこう非常に、まあ、ミニマルな形で絵画に落とし込む。そして使ってる色とかも、まあ、ペンキっぽいあのケバケバした色ですよね、まあ、そういうのを使って、現代的なその空間とかですね、認識に対する批評性みたいなのをこうピーター・ハリーは提示しようとしたっていうことですね。でまあ、ボードリアルのシミラークル、まあ、コピーとか虚構社会とかですね、まあ、非現実と現実の対極関係が弱くなってあらかじめ交互に、まあまあこれはいいですか、はいすいません。まあそういうような批評性を持たそうとしたということです。
で同じくジェフ・クーンズさんは、バスケットボールが水槽に入ってるんですけど、まあ、非常にシンプルで幾何ミニマルな四角とか丸とかのね幾何形態で描けそうな作品なんですけど、まあ、これを作品として提示するんですよね。で、まあ、背景としてはその黒人の人たちがバスケットボールっていうものにアメリカンドリームを感じているっていうことと、まあ、しかもまあ黒人という人たちは社会的な抑圧もしくは差別を受けて、あのまあバスケットボール以外の夢を描くことがなかなかできないじゃないかみたいな、そういう批評性みたいなのも作品の中に入れていくっていう、まあ、これも先ほど出たねアプロプリエーション、ですね、まあ、東洋芸術、まあ、東洋というか何ですかね、まあ、イメージを操作していくような作品ですよね、うん、で次行きましょうか、デミアン・ハーストはずっと、まあ、あの命についての作品のテーマが多いので、この薬をですね、あの大きな薬の彫刻を作って、それをこう、まあ、あの並べることでこれを作品絵画もしくは彫刻として提示しているような感じですよね。まあ、病理社会もしくはこう、まあ、高齢化社会で非常にこういう医学が発展していることと、まあ、発展した良い面悪い面っていうのがあると思うんですけど、まあ、そういうこと、もしくはまあドラッグですよね。欧米なんかはなかなかそのドラッグの文化みたいなのが、まあかなり、救ってますので、まあ、それに対する批評みたいなのも入ってくると思います。うん、一人で話すの厳しいで村上隆さんですね、シーブリーズっていう、こうアニメのロケットの噴射口みたいなのを、まあ、実物というかね、こう大きなものを作ってまして、でシャッターとかねコンテナの中に収めてるんですよね。で、まあ、ロケットって普通外に飛び出すもんなんですけど、それが飛び出せないこうパロディ性とかですね、で向こうにあのヤッターまで出てくるドクロベイみたいなのもあったりして、そのドクロベイの方に、まあ、言った原爆の象徴ですよね、キノコ雲に向かってこうロケットが噴射されてるみたいなこう批評性があると。でこれはネオジオの地方化として、まあ東京でもこういうのがまあ起こってきたということで、まあ、意味のある作品だということで、まあ、紹介されてたんですよね。でそれは東京ネオポップとかですね、そういうものにも入ってきて、ネオジオの地方的なもの、地方化っていうのはバナキュラーっていうような言い方するんですけど、バナキュラー化に貢献するような作品だったってことですよね。で、まあ、ただこういう作品、あ、まだいけますかね。うん、ただこういう作品が、最初はまあ幾何形態を取りながら批評性を持たすっていうことでスタートしたんですけど、まあ、ピーター・ハリなんかが特にそうなんですけど、マーケットに、まあね、非常に、まあ批判的な絵でもあるけど、まあ、普通におしゃれっていうかね、部屋に飾ったらかっこいい感じもするので、まあ、マーケットに受け入れられてしまうんですよね。でそれでなんかその批判性批評性みたいなのがこうどんどんなくなっていくっていうことが、まあ、後半というかね、あの起こっていくっていうのがあります。でそういう中で、新しい表彰批判ですねみたいなのが出てくるんですね。これジェフ・クーンズさんで、先ほどのバスケットボールの作品を作った人の作品なんですけど、マイケル・ジャクソンとバブルス君ですよね。これをもう陶器で、金ピカに作ってるんですよね。で見た目非常にケバケバしいですよね。でこういうケバケバしい装飾とか、まあ、まがいもの、複製としてのまがいもの、もしくは俗悪で低俗でデコデコした悪趣味まあむちゃくちゃですけど、まあ、安っぽい素材みたいな、こういうものを使う、こういうものっていうのは、非俗的なものということでキッチュって言われてたものなんですよね。で今までキッチュっていうのはアートの中では、まあ、あのご法度ですよね、そういうものと違う、まあ、キッチュの対極にあるのが、上品、シックって言われているものなので、アートというのは、まあ、シックで知的で知性的で、あのそういう作品だというのが、まあ、一般的な考えだったのに対して、ジェフ・クーンズというのはこうキッチュを作品の中に取り込んでいくんですよね。で、まあ、その非常にケバケバしい俗っぽいものなんだけど、そのキッチュの中に大衆的なその欲望ですよね、消費の欲望ですよねとか、もしくはあの不安恐れを、補うためにそういうキッチュなものを買うことで自分の気持ちをこう安定させるみたいな、その大衆の本当の真相みたいなことが
キッチュの中にあるんじゃないかということで、キッチュの呼び覚ましみたいなのを行っていくんですよね。でちなみにモダニズム絵画を応援した、費用的に応援したグリーンバーグというのは、キッチュというのは非常にもうケチョンケチョンに叩き潰すというかね、批判するようなことをまあ以前やってたんです。なんかそれに対するまたアンチとしてこういうものが出てきたということも言えると思います。で、このようなね、最初は表象批判として、アプロプリエーションであるとかネオジオみたいなものが出てきて、いわゆる一般的なもの、消費的な大衆的なものですよね。大衆が普段よく目にするもの、商品とかプロダクトとか、もしくは広告とかイメージみたいなことを、盗用して批判的に扱ってきたのが、このジェフ・クーンズのあたりのマイケル・ジャクソンのあたりから、批判というよりはそれを操作したり活用したり積極的に取り込んで大衆に対してこう作品がアピールしていくっていうか、ね、そういうものに変わってきたっていうのが大きな違いだと思います。で、今までのモダンアートって、あ、すいません、マイクが取れちゃいました、すいません。今までのモダンアートっていうのは、芸術の中の芸術、もしくは芸術の中の絵画をどんどん更新していく、絵画の新しいものはないか、彫刻の新しいものはないかっていう、芸術の中の芸術を更新していくっていうことが使命だったのに対して、ポストモダンアート、もっと言うなら、まあ、マルセル・デュシャンの便器ですよね。デュシャンの概念芸術というものが出た頃、まあ、出たというか、マルセル・デュシャンの、便器、泉が起点になるんですけど、ポストモダンアートっていうのは芸術の外ですね。芸術の中の絵画を更新するんじゃなくて、芸術を行いながら芸術の周りにある社会とか、大衆文化とか教育とかですね、そういうものに対して新しい価値や枠組みを示す批判性、もしくは、批評性ですよね、を、獲得しながら拡大していく、もしくは拡散していくということが起こっていくんですね。で、特にこのジェフ・クーンズのマイケル・ジャクソンのこのバブルスクの作品ではそれが非常に端的に表れていると思います。マイケル・ジャクソンとかね、まあ、みんな知ってる、まあ、アメリカでのアイドルとしてはスーパーアイドルでみんなが知ってるものですよね。で、そういうものをこういう金ピカの、まあ、実はねこれ中世かな、ちょっと気忘れましたが、近世の美術の物語でゴンブリッチュに出てくるね、キッチュっていうかカテゴリーの中に出てくる彫刻と非常に似てるんですよ、色の配色が。もう写真用意しといたらよかったんですけどね、まあ、そういうまあ歴史性みたいなところにも介入していきながら、大衆の欲望みたいなのにも介入していくっていうような、作品になってると思うんですよね。で、何が痛かったかって言いますと、芸術が芸術の閉じられた中で新しいこと、イノベーションを更新していくのではなくて、芸術が芸術の周りにある開かれたところにイノベーションを起こしていくっていうふうに、芸術そのもののフレームが変わってきたっていうことなんですよね。はい、ちょっと今すごい気合い入れて喋ったんで、ちょっと休憩しないと次に行けないか。53分ですね。頑張ります。あともうでもね、あとワンカテゴリーですからね。よし、もうちょっとじゃあ、これね、喋る方もしんどいですけど、聞く方もしんどいですよね。ずっとこうなんか難しい話喋り続けられてたら、だからたまにこうやってちょっと休憩したり、曲が流れてるだけっていうのもいいかもしれないですね。じゃあ次の作品に行きましょうか。次の作品はチャールズ・レイさんですね。さっき前面で紹介してなかったかな。で、あとマシュー・バーニーですね。じゃあまずこっちのチャールズ・レイからいきます。表象批判っていうものが、
まあ、ネオジオとかアプロプリエーションとかいうふうな形で最初まあ出てきた中で、だんだんそれがねじれ現象が起こってきたっていうのが、先ほどのジェフ・クーンズのマイケル・ジャクソン「キッチュ」を取り込んでいくような作品であったっていうふうにお話しましたけど、そういう流れで、ですね、例えば主体っていうものに対してのねじれみたいなのも起こってくるんですよね。例えばポストモダンっていうのはジェンダーフェミニズムとかいうのも思想としては非常に大きな影響力を持ったものなんですけど、フェミニ男らしさとか既成の女らしさみたいなものに対して、それは社会とか周り の, その今まで起こってきた、非常に人為的な、文化的な作用があってそういうことが起こってるんじゃないかっていうことに対する批判ですよね。でその中で例えばこれ作品なんですけど、女の人が、実際の隣の男の人よりも 1.5 倍ぐらいの大きさになるんですけど、女の人っていうのは男性よりもまあ可愛らしいとかですね、まあ、弱々しいっていうイメージを、男性よりも非常に立派でこうね、こうガッと両方に手を当てて、まあ、偉くて、女性の方が偉くて、まあ、でかくてみたいな感じの、作品として見せるとするんですね。でジェンダーについてのその、まあ、問題、まあ、本当に男らしさ女らしさみたいなのがあるのかと。でそれは もっと言うなれば、そもそも、主体というものなんかがあるのかということに対する問い直しですよね。で、まあ、最初はフェミニズムは女性の権威というか、女性の、女性の権利ですね、女性の権利をこう回復しようとか、もしくは取り戻そうということで起こってきたものなんですけど、このジェンダートラブルっていうのが進んでいく、ジェンダーについての考え方が進んでいくと、いやそもそもそういう男らしさ女らしさの前に主体っていうもの自体がの存在が怪しくなってくるみたいなことも起こってくるんですね。まあ、それがジェンダートラブルって言われるもので、まあ、92年ぐらいの話なんですけど、でジェンダー自身が、まあ、トラブルってくると、今度はその主体っていうものに対して、まあ、どういうふうなアプローチをしたらいいかということで、ファンタジーですよね、ファンタジーとか変身変容メタモルフォーゼって言われるものなんですけど、そういうものが、積極的にその主体を解釈する上で、扱われていくんですよね。で、まあ、言葉にすると虚構を通したリアルなものの再生ってことですよね。極端な虚構や変身変容を通して生々しい感情を回復させる。で、性差、ジェンダーや身体の影響を、目指していくようなパフォーマンスを行っていくっていうような作品が出てくるんですよね。でこれマシュー・バーニー、さんなんですけど、これ写真作家ではなくてパフォーマンスですよね。あとこの持ってる、白い、オブジェみたいなのも彫刻としての作品ですよね。であとこの彫刻と、まあ、自分が変装して何か口からいっぱい血を出てるんですけど、パフォーマンスをしてるんですね。パフォーマンスを映像作品としても出していると。でこれがポストモダンの特徴といったアレゴリー的ですよね。作家の映像も作品だし、で空間のインスタレーションとしてギャラリーに来たら映像も流れてるんですけど、彫刻をその映像の中で扱った彫刻とかパフォーマンスをした痕跡みたいなのも作品として提示しているっていう、いくつかの断片で一つの、まあ、一つというか、まあ、作品として見せるっていうのが、アレゴリー的ポストモダン的な作品として提出されてるっていうことですよね。うん、でもう一個ちょっとマシュバーニーさんの作品の説明をちょっとしたいと思うんですけど、その前にちょっと音声チェックさせてください。です、聞こえてるかな、音プチプチ切れてないですね。はい、よかったです。
でマシュバーニーさんは、クレマスターシリーズっていう1から5の作品とか、あと高速のドローイングっていう作品で、杉村さん全部見られたってびっくりしたんですけど、僕は3と5と高速のドローイング見たんですけど、作品はなんかね、その神話とかですね、昔のある民族的な物語みたいなのを結構その作品の中に取り込んでるんですよね。で、例えば昔の神話とか民族的な物語って、あの結構こう狼と7匹の親子みたいなので、狼のこうお腹を裂いて最後石を入れて井戸に落としたりとか、絵本にしたり物語にすると八つ裂きにしてバラバラにしたとか、煙突から入った狼が、あの熱湯のシチュー、ロシアの民話なんですけどね、シチューの中に入れて大やけどして追い返したとか、すってんころりんどんぴっしゃんとか言って、あの物語にすると結構聞けるんですけど、それを、マシュバーニーは本当の映像で、ハリウッド的な映像で表現したんですよね。だから非常にこうグロテスクで、見てるとわーって痛々しいんですけど、ただまあその神話の非常に人間の深いところですよね、真相みたいなところに、その幼児は絵本で十分入っていけるんですけど、大人はもうだいぶ感覚が麻痺してるので、絵本読んでも本そうかってなるところを、もう一回そのフレッシュな感覚で初めて民話とか神話とか人間のその深いところの暴力、欲望みたいなことに対して物語がどういうふうに作用していくかっていうのを呼び覚ましてくれるような、あの映像作品になってるんですよね。なんかね、10倍辛いキムチのラーメン食ったような爽快感があるんですよ、映像を見たら。恐ろしいんですけどね、ちょっと音の例えが合ってるかどうかわかんないんですけど、まああの、よろしければマシュバーニーの作品もいつか見てください。はい、1時間経ちましたね。さあ結構きついですよねこれ。あと最後の章です。すごいな。最後の章、リアルなものの探求、1990年前後ですよね。今ねちょっとね、脳に血がいっぱい行きすぎて、ちょっとこの辺手足が冷たくなってるんですよね、指先が。すごいっすよね、頭フル回転で。休む暇がないと。で、まあ行きましょうか。リアルなものの探求、1990年前後から。で3つね、章立てしてるんですけど、おぞましい身体、文化多元主義、儚さの力。ただまあ、あの前時間が最後まで行ききれなかったので、文化多元主義と儚さの力というのは実は2部の映像で入ってますので、今回お話しするのはおぞましい身体までですね。じゃあおぞましい身体の作家さん、作品をちょっと見ていきたいと思います。これですね、ロバート・ゴーバー、沈黙みたいな感じなんですけど、で次がキキ・スミス、でマイク・ケリー、ラリー・クラーク、ミュータント花子っていう作品ですね。作品でもアニメの漫画なんですけどね、これね。で、カレン・キリムニク、以上なんだかな。あとマイク・ケリーですね。はい、じゃあここまでが一応まあおぞましい、ごめんなさい、リアルなものの探求の中に出てくるおぞましいものですね。おぞましいものの逆襲っていうような感じのカテゴリーの作品です。これは、先ほどの表象批判、アプロプリエーションとかネオジオって言われているものが、まあ、非常に芸術の理論武装をされた、まあ結構ね、太陽輝かしいというか、非常に正統的なというかね、そういう作品たちに対して、こちらは、まあ、月、太陽に対する月のような、非常に、まあ、
タイトル通りおぞましいものなので、まあそういう日陰にあったものの逆襲みたいな感じで出てきた作品ですね。で、まあハルホ、まあ、何度も出てくるハルホスターなんですけど、ハルホスターのリアルなものの期間の中に、まあおぞましいものとか儚いものとか子供っぽい衝動の表現があるっていう風なあの説明 で出てくる作品ですね。で、まあこういうおぞましさっていうのは不正的論理性の下部にあるものの呼び出しとして出てきたっていうふうにハルホスターは言ってるんですよね。理性とかですね、どういうことかっていうと、まあ欧米っていうのは不正社会というのはよく言われ、父親の性って書いて不正社会ですよね。不正社会というのはよく言われるんですけど、理性とか合理性とか契約ですよね、決め事みたいなのがきちんとあって、まあ、そういうふうな中心の社会を動かしていく、まあ、それに対して日本は母性社会で横のつながりとか、まあ、空気読むとか平等主義助け合いですよね、まあ、そういうものを中心に理性とか法律とか立法とかもよりも助け合いとかつながりとかいうことを大事にするというのが、まあ母性社会の特徴なので、それに対されてますと。で、そういう欧米の不正的なものっていうのは、いい部分はやっぱりどんどん新しいことを切り開いていくとかですね、論理的に物事を積み重ねていくとかですね、まあ、主体がしっかりしてくるとかですね、強度の主体になっていくとかですね、そういう部分がある一方で、やはりそこから切断されたものとか排除されてきたものとかが結構あるんですよね。で、それが例えば、まあ、おぞましいものであったりとか儚いものであったりとか子供っぽいものっていうようなものになってくるんですけど、で、例えば欧米の中で成長していくときにね、人が、不正的なものをうまく自分の中に取り込んで、成長できればいいんですけど、やはりそういうふうな不正的なものに対する、取り込みがうまくいかない人っていうのはもちろんいてますよね。それに対する反発があったり戸惑いがあったりみたいな、でそういう時に、切り離せないものっていうのが出てきて、でそれがやっぱり表象としてこういうおぞましいものとして出てくるんですよね。で、まあ不正が抑圧するもの、闇の部分っていうのはアブジェクトっていう言い方をするんですよね。精神分析医のクリステバっていうのが恐怖の権力っていうので、アブジェクトっていうのを提示するんですけど、例えばね、トラウマの強アブジェクトっていうのはトラウマの強調したものとか、まあ、シュールレアリズム、フロイトの無意識とかの中から出てくるものとか、あとは糞尿とか排泄とかですね、あと性、あと身体とかですね、そういうものと非常にまあ密接につながってるっていうことなんですよね。で、例えばこの作品、キキ・スミスさんの作品なんですけど、まあ、女性の人形がちょっと首を吊ってるようなおぞましいものなんですけど、まあ、こういう作品であるとか、あとキキ・スミスは母体っていうシリーズで作品を作ってて、血とかね、体液とか糞尿みたいなものを、まあ、作品の中に、一緒に、まあ、提示するようなもので作っていくっていうような感じなんですよね。で、そうですね。で、例えばこちら、さっきもうちょっと一つ戻りますね。ロバート・ボーバーなんかはゲイの人なんですけど、男性の体が切断されて壁に張り付いてるっていうのはまず異様ですし、靴下が履いてたり、そして、男性のお尻に対して入れ墨というか楽譜の音符があったりとかいうのも、こう男性ゲイ独特のその趣味嗜好性みたいなこととかですね、まあそれを、まあ、普通の人が見たらちょっと気持ち悪いグロテスクなものみたいなのが表彰されてたりするんですよね。で、あとこのマイク・ケリーのパフォーマンスなんですけど、人形に、まあ、糞尿をつけて、それをお尻にこすりつけてるようなもののパフォーマンスなんですけどね。で、まあ、こういうパフォーマンスとか写真とか、その実際そこの人形みたいなのを、まあ、アレゴリー的に一つの、まあ、提出物として出して、もちろん提出して作品化するんですけど、でそこで表されているのはやっぱり不正的なものに抑圧されてきた子供っぽい衝動ですよね。小学校 1,2 年生の子とかはやっぱうんこうんこ言ったりね、まあ、そういうものに対している関心みたいなのが強いですけど、まあ、そういう子供っぽいものの衝動みたいなのをパフォーマンスでバーンと出してしまうと、
いうような作品ですよね。であとはこの思春期の、まあ、反抗期とか出た時に自意識が非常に高くなって、まあ、自分のこう性ってこちらの性は生きるっていう意味の性なんですけど、性に対する反応が、まあ、こういう自殺願望みたいなところとかですね、まあ、自意識の強まりみたいなのとこう死って言われるものですね、抑圧されている死への何ですかね、憧れというか、まあ、タナトスっていう言葉があるんですけど、死への何か、うん、関わり方がこう非常にこう課題的になってくるというかね、古代妄想的になってくるみたいな作品なんかもラリー・クラークの作品として出てきますよね。でラリー・クラークはこう麻薬患者とか社会的なそのマイノリティの日常生活なんかを写真で撮っていったりとかもするんですけど、でそういうおぞましい作品の、地方版バーニャキュラー的な作家として相田誠さんのこのミュータント花子漫画で、これ、まあ、女の子の漫画ですよね、ウドドドドってちょっとあの言葉にしにくいあの、まあ、排泄物みたいなのを噴出してるみたいな、作品があるんですよね。でこれですね、なんかこれ2人で話してるとだいぶ柔らかかったんですけど、1人でこういうなんか排泄とかなんか運用とかずっと言ってたらなんかだんだんやばい人みたいなできてちょっとまずいなと思ってるんですけど、まああのね、うん、あと抑圧されたものの反動として出てくるってことなんですよね。であの杉村さんとも話してて出てきたのがその日本的な未成熟性ですよね、まあ、ネオテニージャパンとか言われたりしてるんですけど、日本的な未成熟性とここで今紹介している欧米的なその子供っぽい衝動未成熟性みたいなのが一見すると共通する世界的に起こっていることのような気もするんだけど、まあ、かなり違う部分もあるんじゃないかって話をちょっとしてたんですよね。で、まあ、例えばこれねカレン・キリムニクっていうのはさ家にある普通の少女の女性の家の中にある人形使いもう今はあんまり、愛着の湧いてない人形ですね、置きっぱなしにされた人形ピンク色の人形とか昔通ってたバレエシューズとかですね、あとはまあタバコの吸い殻みたいなそういう部屋にあるものをそのまま、持ってきた作品なんですけど、まあこういうところまあそうですね、これさっきちょっとここの説明いきましょうか、すいません、さっきの日本的未成熟性の話はちょっと後でもう一回戻ってきます。だいぶね喉がね枯れてきましたね、痛くなってきちゃう、そうですね、カレン・キリムスラッカーアートって言われてるものでちょっとスラッカーアートは説明しておかないといけないなと思ったんですよね。今のね日本のその若い子たちも結構こういう系風の作品が僕は見受けられるのでちょっと説明させてください。スラッカーアートの形態的な特徴はインスタレーションであり、特に先ほどおぞましい行為の演出の項で触れた演劇的なインスタレーションが使われます。ですね、でスラッカーアートの主題になるのは貧しい中で趣味的こだわりを持って暮らしている人のプライドやメディアによってばらまかれるグラマラスなイメージへの憧れとそうしたものとの自分の生活とのギャップが触発する暴力的な怒りや変質的な愛です。スラッカーアートのもう一つの特徴は技術を必要としない形態を取るということです。完璧なものは作らないし作れないし作らないという姿勢を体現するような一見だるそうなインスタレーションや稚拙なドローイングを提出しますというふうに書かれてるんですよね。でまあそういう、消費社会の中でみんな美しくなりましょうとか綺麗になりましょうとか生き生きとした人生を送りましょうみたいなのが、まあ、毎日広告として流れてきますよね。広告代理店を筆頭としたでそういうものに対する自分自身の日常のギャップみたいなことがうまく消化できない、要するに不正的なその 理性とか、合理みたいなことで割り切れない、でそこにとどまるときに、どういうものに惹かれるかっていうと結局その不正が切り離すものとして のおぞましいものアブジェクトに惹かれていくっていうことですよね。でそういう傾向はやっぱり今日本で将来不安が多い、まあ、就職難とかでなかなかねその新しい自分の、
成熟成長みたいなのを切り開くことが難しい時代の中で、もう一度こういう子供っぽいものとか儚いものとかおぞましいものに惹かれるっていうのは共通する特徴があると思うんですよね、欧米も日本も。ただそこで気をつけないといけないのが、欧米の未成熟もしくはこういうおぞましいものっていうのは強い強度のある父兄に対するアンチとして出てくるものなので、非常に強度が強いんですよね。でそれに対して日本の中で出てくる未成熟っていうのは母性社会の中で出てくるものなので、ここまでの強度というか、なんていうんですかね、強さとか怖さみたいなの出てこないんですよね。まあ、簡単に言うと、緩い形で出てくるんですけど、でそれがまあ僕は悪いとは全然思わないし、それでいいとは思うんですけど、例えば、日本的な未成熟が素晴らしくていいんだっていうふうに簡単に言ってしまうのもまずいし、欧米的な未成熟の方がいいんだって言ったらそういうもんでもないって、文化的な構造の違いの中で出てくるもんだっていうことを、まあ、相対化するのが非常に大事かなと思ってるんですよね。でちょっとここうまく説明しきれなかったです、すいません。もう一個の杉村さんと一緒に話している方が多分聞きやすいと思うので、もしよか興味ある方はそちらをもう一度ご参照ください。ちょっと長くなくなっちゃった次のページですね、マイク・ケリーの作品で、マイク・ケリーはああいうパフォーマンスの他に、ボロ切れとかですね、捨てられた人形を集めてこういう得体の知れない奇形な彫刻っていうんですかね、機械な彫刻みたいなのを作ったりもしてます。でこれは、僕たちはその可愛い文化、アニミズム文化というかキャラクター文化に親しんでるので、一見見たらこれはこれで可愛いなとかちょっと思っちゃったり僕なんかするんですけど、狙いとしてはそういうものではなくて、捨てられたその人形とかですね、でそういうものが、消費されるっていうかね、どんどん消費されて、抑圧として知らないところに捨てられてるっていうものをもう一度取り上げ、しかもそれを非常にこういう圧縮したこうグロテスクな形で再提出するっていうところに、マイク・ケリーの批判性とか、アーティストとしての、鋭い視点みたいなのが目に見えると思うんですよね。では最後まで来ましたね、今回の。で、この後文化多元主義とかですね、儚さっていうふうにつながっていきます。で、90年代そして2000年代そして現在のオルタナのモダン、もう一つのモダンを再興しよう、もしくは私たちにとってはもう一つの日本ですよね、高度経済成長が達成して経済も豊かになったけど、次の目標というか目的というのが見えない中で、ではもう一度モダニズムを再興して、もう一つの、日本モダンみたいなのを作っていけないかっていうところまで、第2部第3部では話してますので、そういうことをちょっと少し頭に入れて見ていってもらえたらと思います。で、ここまでね、一応分かりやすいっていうか、話をこう時系列みたいな、何年代は何々、何年代は何々みたいな形で話してるんですけど、一番、誤解してほしくないというか、誤解されない方、なんて言ったら、ちょっと付け加えておきたいのは、実はこういうような歴史の一本化みたいなのがこうビューッと来てたわけではなくて、いろんな動きがあるんですよね。モダニズムずっとやってる人ももちろんいるし、ポストモダンやってる人もいてたし、今やったらオルターモダンもいてるんですけど、それが、それぞれせめぎ合いながら 今生きてる自分たちの社会や文化の中で、一番ダイナミズム、一番こう力なんていうかね、その文化に対してバーンと面白いことやったり、すごいフレッシュなことをバーンと提出できるかってい う, こうせめぎ合いの中で出てきてるものなんですよね。だから単線的にこれが来て消えて次がこれが来てっていうような形ではなくて、こう面でこうババババババって出てきて、今の社会だったらこういう風なアプローチを文化的にすれば、社会や文化に対して何かいい提案ができるみたいなことで起こっているっていうことなんですよね。なんかそこだけちょっと誤解のないようにしてもらえたら嬉しいです。はい、では最後、一応ポストモダンのまとめですね。まだ
2部でまだポストモダンの作家を紹介してるんですけど、一応1部でもまとめておきたいと思います。はい、まとめ、ポストモダンアートの特徴、これは批評家クレイグ・オーエンスが提示されたものです。一つ目がアレゴリー的、具意的ですね。あ、ここで聞いたらちょっともう頭に入ってきませんか？来てたら嬉しいな。最初は何のこっちゃか分からなかったと思うんですけどね。アレゴリー的、具意。2つ目がアプロプリエーション、批判的な投与。3つ目がサイトスペシフィックな性格、場所性。で4つ目が、第2部で紹介する儚さ。次がいろいろなものの集積、そして言説性、そしてこちらも第2部で紹介する異種混合、キッチュなどですね。まあ、あのジェフ・クーンズのマイケル・ジャクソンとかはここにも入ってきてますよね。これがまあポストモダンアートの特徴になると思います。まあ、全てではないですが、はい。で今回お話しさせていただいたのは芸術が終わった後のアート、松井みどりさんが書かれた本、2002年に出された本ですね、参照にしてますので、まあ、非常に本当に情報量が多いし、あのこんだけのことをよく一冊にまとめられたなっていうような本なので、ぜひ今回の話でちょっとでも興味持っていただいた方はこの本を手に取っていただいて、読んでいただけると非常に幸いです。 Amazon.com とかでもね出てきますんで、ぜひあのご購入してもらえたらと思います。それと、今回のお話で出てきた構造主義とかですね、ポスト構造主義とか思想的な背景というのがやはりあのポストモダンアート以降の中にはあの頻繁に出てくるんですよね。あの芸術は新しい地の形だとかいう言葉も出てきたぐらいですから、現代美術は新しい地の形だって言い切ってる人もいるぐらいですから、なのでまあどうしてもねちょっとだけ現代思想もしくは構造主義のことを少しだけやっぱ知っとかないと全然わかんないんですよね、正直なところ。なのでまあ本専門的に勉強するとは全くないんですけど、まあ初歩の初歩のさらっと基本だけ頭に入ってると随分見通しが良くなるので、まずあのその時に読む本としてこの現代思想のパフォーマンス、内田達さんと南波さんが書かれた本、非常にわかりやすくあの現代思想ですね、ロラン・バルトとか、ミッシェル・フーコー、エドワード・サイード、ジャック・ラカンで、まあ、ソシュールですよねについて書かれているので、ぜひぜひあの読んでください。でその5人の、ね、思想家だけ読んでもかなりあの、深い、なんていうかな、本質的なことを言っていただいているので、まあ、構造主義とか、ね、ポスト構造主義全般についての理解もだいぶ進むと思いますので、よかったら見てください。で同じ内田辰さんの本、寝ながら学べる構造主義ですね。なんだそんなことだったのかと、まあ、本当にあの簡単に分かりやすく書いてくれるので、こちらもおすすめです。はい、なんとか一人でおしまいまで来ましたね。はい、なんとか一人でちょっと喋りきりました。1時間22分、頑張ったな。まあやりきりましたって頑張ったので、まあ、あと第2部、ポストモダンからオルタイム、第3部オルタイムモダンから未来へっていうのは、こちらはそれには準備してね一緒に喋ってもらいますので、こちらも合わせてご視聴していただけると幸いです。それでは皆さん、アート系トーク番組アートスターファン